はい、では本日はお忙しい中お集まりいただきましたけれども本当にありがとうございます。来る8月14日月曜日、ここ後楽園ホールにおきまして、主催各期応援隊協力大日本プロレス様という形で、竹原正人復帰戦各期ライドという大会を開催させていただくことになりました。本日はその概要を、発表させていただきます。まずは大日本プロレス代表登坂英二より、今大会に向けての経緯をご説明していただきます。はい、ご紹介いただきました大日本プロレスの登坂と申します。一昨年、ここ後楽園ホールで、柿原選手の柿エイド、ご協力させていただきました。大日本プロレス自体はですね、UWF もしくは UWF インターと、リング上での交流はございませんでしたが、同じプロレス界を戦う仲間として何かお役に立てればということでお声掛けをさせていただいた次第であります。昨年は後楽園ホールの改修の事情もありまして、ここ8月に後楽園ホールをお借りすることがなかったんですけれども、今年は改めてまた8月に後楽園ホールをお借りすることができました。そこで一昨年行いました柿エイド、そのリング上に再び帰ってくる柿原選手の姿が見せられる場所をご提供できればと思ってご相談させていただきましたところ、今回の柿ライド開催に至ったわけでございます。微力ではありますけれども、大会当日たくさんの皆様に、そして柿原選手に大きな力を存分に発揮していただけるような大会、ご協力させていただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。続きまして、この 8.14 カッキーライブで復帰いたします、柿原正人より、ご挨拶申し上げます。ご紹介に預かりました、柿原正人です。登坂社長、並びにダニオンさんの、バックアップを受けて、この度8月14日にですね、復帰戦をやらせていただくことになりました。そうですね、2年前に、カッキーエイドという応援大会を やっていただきまして、そのおかげで、私はこのように元気に、日々過ごすことができております。その元気な姿をですね、応援してくださったファンの皆さんや関係者の皆さんに、ぜひ見ていただこうと決意して、この度、この話をですね、お聞きしたという形です。非常に燃えております。決定分のカードを、柿原より発表させていただきます。はい、まず私の試合なんですけども、こちらの、試合というかスパーリングという形になるかと思うんですけども、対戦相手が関節技の方に、藤原義明選手に、胸を借りようと考えております。私は新生 UWF に在籍時にですね、藤原さんと実は、道場でのスパーリングをしたことがなかったものがあるんですから、今回ちょっと、藤原さんの胸を借りて、ぶつかっていきたいなというふうに思っています。で、藤原さんは、癌を、克服されたと、克服して現在も、リングで、ファイトされてますから、そういった部分での強さも、体感したいなというふうに思ってます。はい、そして、今決まっているカードは、あとですね、新生 UWF レジェンド軍と、プロ格軍との、対抗戦みたいな形を考えておりまして、今決まっているカードですと、新生 UWF 時代にですね、エースとして活躍されました船木正勝選手と、田中実選手の一騎打ち、それと、僕の同期になりますけども、福家雄介選手と、ノアの丸藤選手との一騎打ちですね。はい、この2カードが決まっております。この他にも、何人かの、新生 UWF のレジェンドの選手が上がってくれることになっております。はい、はい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 、はい、そうですね、そうですね、一度ね、そう、3月にそういう部分がありまして、雨天で流れてちょっと気持ちが慣れた部分があったんですけども、今回こういうお話いただいたのもありますし、
やっぱりこの2年前にですね、まあ、柿エイドという形で後楽園で、リング立たせていただいて、まあ、それですごく僕も元気もらいましたので、そうだと、よし後楽園の場で、暴れてみようという気持ちになりました。はい。まあ、そしてテーマをですね、まあまあ、僕が、入門した、もう今はありませんけども、新生 UW、まあ、この世界観をこう出したいなというふうに思っております。はい。現在の治療状況である、はい、体調面の会社とかですか。はい、そうですね、まあ、1年半に及ぶ抗がん剤治療は今中断しておりまして、まあ、経過観察という形になってますけども、非常に体調の方はいいです。でトレーニングも、始めておりまして、まあ、少しずつですが、まあ、スパーリングの方も始めてます。まあ、ただ、まあまあ、血液のがんということなので、まあまあ、簡単には考えておりません。まあ、そう簡単に、克服できるものじゃないと思ってますけども、まあ、こうやってまあ、リングに上がることによって、ね、大きな目標を持つことによって、まあ、心身ともに強くなっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、必ず克服しようという気持ちで今おります。はい。リングに上がる中で自信のほどっていうか、はい、なんかそういう精神的な自信みたいな、自信ですね。そうですね、まあ、まあ、正直まだまだね、不安材料もあるんですけども、ただこう目標を持ったことによって、まあ、本当に意識改革できているというか、最近やっぱりトレーニングしててもすごく非常に気合いも入ってますし、ですので、まあ、その8月14日までに、いろんな意味で、仕上げてベストな状態のベストな姿を皆さんにお披露目したいなと思っています。はい。